お、茶二人分用意しろ。く、た、つ。ちっけえよ。ピースで返すなよ。そうじゃねえよ。あ、私も行きます、芥川先輩。お、私がやっておきますから、先輩はお戻りになって。サルだ、これはヤツガレのお使いだ。は、はい、すみません。お使い、誰がこいつと行動なんかするか。芥川先輩には、こちらをどうぞ。うん、出口うるさい。芥川先輩、うわ、いらしてたんですか。いえ、昼夜さんの異能で。異能、理想の体重。体重も思うがままなんですが。このままじゃ花火が戦争になっちまう。頼む、なんとかしてくれ。悪い、ただの冗談だって。芥川先輩はたとえゼンダだって強いに決まってます。ゼンダでも、ゼンダでも、ゼンダでも。せっかくのお花見日和ですし、探偵社とポートマフィアの合同のお花見にしてもいいのでは。なんて、昼夜さん、お風呂用の帽子忘れてますよ。あ、何のことだ。はい、素敵帽子。よくお似合いです。てめえ、うん、そんなもん。今日もお仕事頑張りましょう。おっしゃー。ね、先輩。お、じゃなくて、すごい熱ですよ。どうでしょうか。孫にも一生。まあ女だしな。これと大して変わらねえじゃねえか。あ、はいはい、じゃあボスのモノマネします。イルスちょー、お願いだから、この洋服着てよ。あと、お風呂上がりは湯冷めに気をつけてください。いらん。ちょ、先輩。いらん。いらんってどういうことですか。皆さん、なんてこと話してるんですか。一緒に使います。女の子だった。伝わったか。私のも飲んでくれた。もっと先輩のお腹の菌を元気にしてあげたい。お待たせしました。全く伝わってねえ。ああ、羊羹も一つだし。なんでそんなにも満足そうなんだ、樋口一葉。楽しみですね、小田作マンション。誘われたから来ただけだが。いやー、これってデート。立原もいた。うるさいのがやっと静かになったね。先輩、助けなどいらぬ。やつがれに構わず任務を進めろ。捨ておけ。そんなことできるわけないです。あれ、昼夜さんは影武者の候補ではないんですね。背格好、背格好が近いやつから。はい、買いに行ってきます。買ってきました。なんでそうなった。水分補給だっつってんだろ。だって先輩が心配で、先輩のお腹の菌も生き生きしてほしいなって。善玉菌だけ元気にしてどうする。言ってる意味がわかんねえぞ。芥川先輩、そんなに探偵者が気になるんですか。命令さえあればいつでも私が襲撃するのに。先輩、すっごくかっこいいです。くそー、銀のやつ似合うな、スーツ。あーや、騒がしいな、影武者。ああ、今から詳しく話す。てめえは食うのをやめやがれ。選ぶぞ。耐えてる。まだ生えない。